モニターになってますね。来ましたね。というのは、あのね、ちょっと皆さん美人お好きなので、一生懸命見てくださっていると思うんですけど。そうよ。はい。私、何人か美人です。家帰って。この絵とかみたいな。そしたら、帰ってくださって。今もう配信されてますので、クリリさんがメッピーさんじゃない、中尾さんがメッピーさん、私今日休もうかなと思ってます。でも久美ちゃんに大丈夫でしょうか、アラカンの私に混じって。いやもう本当は先輩からのもう、そうそう、先輩です、目指すところがあるというのも、はい、先輩です。はい、復活しました、復活しました、はい、すいませんね、本当ゆかさんの本当あのそうです、そうです、プロフィールね、ここに用意したんですけれども、はい、うんうん、あの某、そうですね、インテリアメーカーで、うん、インテリア家具メーカーで商品企画開発および貿易実務に携わる、うわ、すごい、キャリアウーマン、もう長いこと、うん、そう、うん、ね、そんなかっこいい仕事で、でも人から見たらかっこいいんですよ。いわゆる憧れの仕事ですよね。ねえ、メディアのそうメーカーに入って、そう一番、そうで一番なんか感度のいい仕事じゃないですか。生活スタイルを発信する、そうです、そうです、そういう仕事だと思う。そういうところにまずっとおられて、あのまあ。仕事をされる中、うん、いろんな資格というか勉強されてるんですけれども、うんうんうんね、気づけば、じゃあまず初めに、うん、あのカラーコーディネーター の、はい、あの資格を取られてるんですけど、これはどうしてカラーコーディネーターの資格を取ると、私もあの社内でね、商品開発する部署があったりすると、うんうんうん、必然的に色とかね、ファブリックが周りにたくさんあったので、もともと興味あったんですけど、本格的にちょっと勉強したことなかったので、まあ、たまたまちょっと、ね、時間が空いてたので、まあ、じゃあやってみようかなぐらい気楽な感じ。カラーコーディネーターだったら服とかじゃなくってどういうこと？そうですね、普通に色の色彩の配色のことだったりとか、色の見え方を、変な話、この目からの受け取り方もそういった勉強からも一般的な色のことについて勉強することだったので、やってみて自分もちょっとえって感じだったんですけど、奥が深いものなんだなって思って、同じね、赤でもあの車染めるじゃないですか、で日本で染めた赤をヨーロッパの方に持っていくと違うんですね。そうですね、ヨーロッパの色彩と日本の色彩全然違うので、そうですね、色がね、あの太陽の光に違うので、そうですね、全然違いますよね。だからあんなのを聞いたことがあるので、そんなこともなんかちょっと知る、照明と色の見え方とか、そうですね、かっていう、なんか面白いよ、そうですね、なんか走れると結構奥が深いなっていう、そんなことなんか今日ね考えずに生活しとるからいけませんね。あの日本のあの色彩にはね、日本の名前が付いて、うん、ね、萌え黄色とかね、そうそうそう、ありますね。だからもう全然ね違うと思いますけど、曖昧な色みたいな、でも本にしか出せない独特な色なので、でも全然考えずに家具買う時でも、あのカーテンを買う時でも、あんまり考えずにまた買っちゃうから、そう、家具の色が合わないとかね、結構失敗することあります。今頃はもうインテリアコーディネーターの方がいろいろ、そうですね、アドバイスされそうなので、それは嫌だって自分で、カーテンはピンク、ソファはグリーンとか言ってる人もおったり、いらっしゃると思いますね。でもね、なんかあの色って、まあ、そのファブリックの色もそうですけど、うん、服の色を選びをね、うん、あの失敗すると、うん、顔つきまで変わるんよって言われたことがあって、ね、だから似合わない色をずっと着てたりすると、うん、その自分の印象とかが、うん、あのそのちぐはぐな感じになってしまって、うん、あのおかしくなるよって言われて、うん、そうは言われてもね、自分に似合う色って言ってもなかなかわからないかな。でもね、
勉強され、今簡単には言われたけど、うん、なかなかできませんよね。そうですよね。そうだと思う。その後に今度はアロマデリラそうアロマテラピーアドバイザー習得なんですけど、はあ、そのカラーから今度はまたアロマっていうなんかまたちょっと違うんですね。どれもそうなんです。もともと何かのきっかけでその知っていつか勉強したいと思ってたことを、まあ、順番に時間が空いた時にやってきただけなんですし、ね、で香りのことも嫌いではなかったんですけど、奥深く勉強するにはちょっと時間をかけてみたいなと思って空いた時に一緒ですね、カラーで空いたから今やろうみたいな感じで、あのたまたま近くに先生が知り合いの方がいらっしゃるとかでできたかな。本当時間が空いた時にって言って彼女は今言ってるんですけど、本当にすごくね、やっぱりもうお医さんたちの中でまあいろんな仕事のやり方があると思うんですけど、本当激務で、もう仕事立て込むとずっと本当もうあの突き詰めてずっと根詰めてやって、で本当一つ終わるとまあそういう時間が空いてっていうようなあのパターンの仕事ぶりだったから。そういう感じに余計にですかね。そういう時期にまたこうアロマテラピーを始めて、その次がはい、なんかね、なんかこうですね。だんだんこう楽しんでラッピングコーディネーター。そうですね。あれはね、私も習いましたよ。でもダメ。あれこそすごいセンスが。際立つじゃないですかね。かなり見えるものだ。そうですけどね。ラッピングもやってみたから。ラッピングはもうちっちゃい時から、実は母親がいらない包装紙をこう取ってて、袋にしてなんか入れてくれてたりとか、ずっと見てきてたので、多分なんとなく自分も好きだったんですよ。で、そういう資格があるっていうのは大人になって知って、いつか勉強したいなって、もう多分10年ぐらい前から思ってた。時にひょっこりまたなんか体験講座があって、あ近くでやってるから行ってみようぐらいな、なんかきっかけがそんな感じで。でもすごいのはそこからやっぱコーディネーター認定まで行けそうよ。ね、でも誰でも勉強したら、はい、でもなんかできないんですよ、それが。だってなんかすごいでも、メンタルバランスマネジメント資格。あ、まあ、書いたのはなんか長いですけどね。その間ずっと実はアートテラピーを自分が習いに行ってたので、ちょっとの真摯なことも勉強したいなと思ってた時期だったので、なんかそこもひょっこりね、そういう案内に出会って、ずっと勉強してみた。で、今に至って、今は色彩アートテラピー。そうですね、まあ、自分が学んできたことを少しでもなんかお伝えできればなと思って、アートテラピーとアロマテラピーをメインに活動を細々ですけど、させてもらって、そのアートテラピーってアロマテラピーはよく聞いたことがあるんですけど、アートテラピーっていうのって、まあ、そもそも何度やと何するんですか、アートテラピーって言うんですけど、こういった画材がまあいろいろありますよね。色鉛筆とかクレヨンとか、絵の具とか、あと粘土とか、粘土も使ったりするんです。そういった画材を使って、言葉にならない思いを、まあ、書くことで表現して気づいていくみたいな、そういった、はい、ワークの一環なんですけど、その資格は何ですか？すみません、これ私はちゃんとした資格というのは持ってはないんですけれど、いや、この資格は何ですか？あ、これですか？え、それも資格ってすみません資格っておっしゃったからこれはブロッククレヨンなんですよ。クレヨンでできたクレヨンで、ちっちゃい子さんが口に入れても安心な画材になって、これでもう全部書けます。ですね、ちょっと待ってくださいね。ここ止まった。カメラを切り替えるとどうもやっぱり止まるみたいなので、ちょっと元のにちょっとじゃあ戻しますね。蜜蝋を、はい、蜜蝋を使って作られてるクレヨンですね。ブロッククレヨン。すごい。いや、私なんか資格しか何かなと思ったんですか。資格は資格。
白かったです。ハーブクレヨンなんです。ちょっと見せてください。はい、どうぞ。そうです、あの、あ、硬い。硬いです、あの、この、ここ辺にでも硬い。なんか、普通のクレヨンって、やわやわじゃないですか。ね、これなんか、そう、四角、消しゴムかなと思ったけど、消しゴムの割にはね。消しゴム、いろんな色が消しゴムかな。そう。え、これで描くんですか？はい、あの、描いてみてください。いいですか、ちょっと。大丈夫なのか。あ、面白い。角でも描けますし、もう面をべったりつけてもらって、広く範囲を塗ることができますし。本当だ。力がなくても描けるので、力が欲しいので、落としてるような方でも。これなんか、かわいい。もう簡単に描けますよね。そうなんです。かわいい、なんか風合いがいい。そうそう、あの普通の鉛筆、あ、クレヨンよりも描きやすい。硬い、硬いじゃない。うん、なんかね、なんかクレヨンって柔かいじゃん。で、やわやわでめちゃめちゃってなるでしょ。ならない、なんか大人のクレヨン。あの色鉛筆よりも柔らかくて、あのギトギトしたクレヨンよりもさっぱりしてる。さっぱりというか、ちょっとどういう表現だろう。ねえ、こういうものを使って、何か今日やってみますか。まずとりあえずやってみましょうか。その方がいいかもしれない。いろいろですね、書き込みも受けているので、あけみさんから、ゆかちゃん見てるよ、あけみさんに教えて。そうよ、私はアロマの師匠です。じゃあどうぞこちらでゆっくり。